はい、それでは今回は170センチの体で1キロのバットをフルスイングし、40歳でホームラン、そして打点王の2冠に輝き、通算567本のホームランを打って活躍された門田博光さんのバッティングフォームについて解説をしてみたいと思います。はい、それでは早速1つ目の優れた点に行きたいと思います。早速見てみたいと思います。この軽く打った打球がホームランになるんですが、これを横から見ていきます。まず高く上げて足を下ろすと同時に、ここのところですね、まあ、この形です。いわゆるトップの形です。いいバッターの代名詞なので、もう毎回見ていただいている方はお察しの通りというところですが、このトップの取り方が非常に優れています。足を大きく上げるというのは、大きく下ろす、この動きですね、下ろす先行動作になるので、上げたものを下ろすということは大きく割りたいということですね。なので非常に割れがこう大きいです。この形です。非常に大きいです。特に注目すべきこのつま先の位置が少し前を向いているのが分かると思います。そしてここにトップがこういうふうにあって、まあ、回転軸がこうあるので、非常に素晴らしい割れができていると思います。これ左右は逆ですが、あの落合博満さんに非常にまあ似たトップの形です。まあ、大きく割れる中でこうつま先を前に向けてるっていうのは、やはりバットを懐を広くしてバットを出しやすくしたいという意図があると思うんですが、この門田さんのバットっていうのが非常に特徴的で、1キロあったと言われてます。87センチで1キロなので、もう今の選手では考えられないような重さのバットです。それをやはりうまく振ってこようと思うと、割れを大きくした後にこうやっぱ懐のこう空間ですよね、この角度では分かりにくいですけど、この空間を大きく取っておかないとバットがこう通ってくるスペースがないんですね。なので割れは少しつま先を前に向けてここで大きく割っています。このトップの取り方が非常に大きくて、もういかにもボールが飛ぶであろうなというトップが取れています。この作り方が優れた点の一つ目になります。はい、それでは2つ目の優れた点に行きたいと思います。2つ目はですね、オールスターでのこの打席で見ていきたいと思います。シンプルな構えから豪快なフルスイングで、打った瞬間ですね、場外まで飛んでいくこの打席で見てみたいと思います。注目すべきはここです。ここからこうなってこうなる、このバットの動きに注目をしてください。ここにあるバットはですね、振る前にこう一回寝ていくんですね。ここでこの時点でバットの角度はこうなので、少し寝た形になります。ボールに対して下からこう入っていくような形をまず取って、ボールの高さにこの手の位置を合わせていきます。この時点では少しバットが遅れている状態ですね。ここでボールの軌道に入れて長くレベルスイングをする準備がこの時点で整っています。でここからですね、アッパー軌道ですね、下から上にヘッドが上がりながらですね、このような形ですね、インパクトしていくんですが、下から上に上がっていくことでヘッドももちろん効いていきますし、このヘッドの返しがちょうど最速になるところで捉えることができるので、これはもうまして1キロのバットですから、もうめちゃくちゃ飛ぶだろうなという打ち方をしてます。高めに対してこの
上から変に叩くんではなくて、あえて高めにも下から入れて、下から上に弾き上げるような形で打っています。そしてそのままこうレベルを長く長く振っているのが分かりますかね。で最後にこう下に落ちていくような、この時点からここまでレベルですよね。この長いレベルの打ち方が、まあ、最近流行りのフォーライスイングと言われる、フォーライさんがよく説明していらっしゃるスイングとも非常にリンクしてくる部分です。この使い方が非常に優れているので、170センチという体でもこの重たいバットをうまく使いこなしてボールを飛ばすことができているんだと思います。この高めに対しても重たいバットで振り負けず、こう下から上に効かしていけることができる、このバットの使い方が非常に優れた点の2つ目になります。はい、それでは3つ目の優れた点にいきたいと思います。3つ目はこの後ろから見てみたいと思いますが、これはもうすでに足を踏み出してここでトップができるんですが、ここからですね、2つ目でやったレベルに入れてですね、ヘッドをこう返していって、この後です、ここまで振るんですね。もうここですね、地面にもうバットがつくんです、ドーンと。でこっちの手は脱力してますね、わかりますかね。これが打つときにゴーンと返って、ここでもうバットが離れてますね、手から。そしてここまで振る、このフルスイングはですね、今の時代結構またフルスイングが美学として OK とされてきて、かなりフルスイングで振る選手増えてきましたけど、ちょっと前まではあまり良しとされてない時代もありつつなんですが、もう少し前のこの門田さんたちの時代にはこのフルスイングがやっぱりたくさんあったんですね。このフルスイングをすることでもう遥か遠くまで打球を飛ばしています。練習ではですね、何秒でスタンドに届くかというところまでこだわって練習をされてたようで、3秒とか 2.5 秒とか2秒とかっていうイメージで、いかに早くスタンドまでボールを飛ばすかっていうところで、まあ、打球速度を上げていこうとして練習されてたようですが、やはりこれだけフルスイングされてるっていうのは、やはりその打球速度にこだわってきた証なのかなと思います。まあ力まずですね、脱力しながらここまでフルスイングできるっていうところは非常に見習うべき点かなと思います。このフルスイングができる一つは、まあ体の強さ、そしてバットをうまく使うことができるこの脱力感、バットコントロール技術、そのフルスイングにかかるところが優れた点の3つ目になります。